テリー土屋の車の話。今日は愛車をお持ちいただいたということで。そうなんですよ。実はまだサスペンションを交換してから1回もアライメント取ったことなくてですね、はい、取ったことはない、はい、でも確かにその自分でこうアナログでロープを貼って取ったりはしてたんですけど、はい、レーザーでちゃんと精密にアライメントを今まで出したことがなかったので、はい、うん、なるほど。でこう調べてたら、はい、なんかこうレーザーの精密アライメントテストあるじゃないですか。はい、はい、あそこにありますよ。はい、はい、なんかやってみたいなということで。はい、大丈夫です。今日特別に開けておりますので。あ、本当ですか。はい、自分でやっていくスタイルなんですね、これ。はい、あ、わかりやっていただきましょう。はい、というわけで早速ひろきさんに車を入れていただいたわけなんですけれども、今回ですねアライメント調整を担当してくださるのはですね、ヘッドのチーフメカニックの松本さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ひろきさん、今回ご指導いただけるということなんですけれども、はい、大丈夫ですか。はい、ものですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その下りやりだすと いつまでも終わらなくなっちゃいますからね。はい、はい、松本大先生に教えていただくということで、これからやっていきたいと思います。で、ちなみに2台ってデモ車ですか、アヘッドさんで。これはデモ車ですね。はい、すごい、80スープラに AE86 なんてもう、そうですね、もう往年の名車中の名車が揃ってるじゃないですか。はい、すごいですね。80の方はフルチューンで600馬力ぐらいの600馬力、仕様でもう、まあ、もう少し出せるんですけど、はいはいはい、すごいタービンがついてます。あ、そうやったハードチューンも含めて全部こっちのショップさんで任せて、はい、トータルで、はい、いろいろさせていただいてます。あ、なるほど。なかなかないですもんね、そのチューニングショップって言っても足回りだけとかサスペンションだけっていうのは多いですけど、はい、ハードチューンでもうエンジンから何から全部こう任せられるショップさんって少ないので、はい、いや、すごくいいと思います。全て、車に関することであれば、はい、素晴らしい、何でもよろしくさせていただきます。これからはあれですね、 EJ20 のオーバーホールメニューとか、あー、そうですね、やっていただけるということで、スバル車にも強いアヘッドになっていくと、はいはい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速、じゃあやり方をお願いします。はい、じゃあ まずは最初に、まあ、リフトアップしましょうか。下準備も含めて、はい、おー、初めてなんです、全然わからないんで、よろしくお願いします。はい、にょーん、まだ離れない。伸びる、めっちゃ伸びる。あ、今離れました。めちゃくちゃ伸びるじゃないですか、これすごいですね。これがグラベルサスペンションのいいところですね。こんなに上げたことないです。あ、そうですよね、普通こんな上げないですもんね。なかなか上げないですね。ここぜひサスペンションも見てもらうと分かると思います。いや、こんな伸びるんですね、すごいですね。はい、まあ、これでも一応スプリングは純正より短くしてあるんで、全然ストローク的にはまだ伸びるんですけど、へえ、こんな感じでやっております。すごいですね、だってこれ見てくださいよ、これ、はい、すごい伸びてますよ。バギーカーです、バギーカーですね、本当に。だって手のひらだってほぼぴったり入っちゃいますよ。何があっても大丈夫ですね。何があってもこれ大丈夫ですね、はい、普通に下ろしただけなんで、はいはい、ここに力がかかっちゃってると思う。まあまあ、そうですよね。そうですよね、はい、キャンバーとかそういうあれです、はいはい、なのでこれを一旦前後させてやって、あ、ちょっとこのピンが抜けるぐらいにフリーにさせて。あ、わかりました。はい、何回か前後させて。おお、なるほど、こんなもんですか。はい、でこれで、はい、でこれでアライメントのさらにこれ準備で、はい、このリフトを上げて水平を出します。あ、また上げるんですね。はい、これ全体を上げます。いいリフトです、毘沙門。毘沙門素晴らしい。これが、下に突くことによって4箇所で水平が出るように、はいはいはい、一応ここで調整してあります。あ、なるほど、はい、じゃあちょっとお手本をお願いします。はい、まずここに書いてあるこのタイヤのこの位置に、これも右フロントですよ、はい、決まってるんで、ね、はい、これでつけていきます。はい、これコツとかあるんですか。きちんとつけるってことですね。コツというか、はい、こういうつくやつなんですね。はい、でこれでちょっと大きさを調整して、はい、押し込んだ状態でまっすぐになるように、おお、これがまっすぐになるようにこう挟み込んでこうつける。なるほど、これだけで OK です。
あ、簡単ですね。結構簡単です。結構なんかホイールにつけるタイプとかナットとともじめみたいなのもあったりしますけど、これだったらすぐ、じゃあこれを4輪つけて。はい、わかりました。あ、傷つかないように。なるほど。ほいほい、均等に押し付けながら締めていく。 あとこれのまっすぐが出てるように。なるほど、まっすぐを出しながら、はい、落ちないぐらいの努力で締め付けます。こんな感じですかね。はい、へえ、すごい簡単すぎて逆に不安になりますね大丈夫かなって。すごい。次は何をしたらいいんですか。はい、次はあの機械の設定をしていきます。ノーマルのデータが出てきます。あ、ノーマルが出るんですね。はい、へえ、すごい。まああとは合わせたい値にしてもいいんですけども、はいはいはい、まあ、基本ノーマルの車のアライメント基準値、基準値がここに出てきて、それに合わせると、まあ、新車時のノーマルの状態に戻せ る, 戻せるということですね。お、はい、まずあのキャスターを測るための、あ、なるほど、前後さして、はい、あのハンドルを左右に振って、はいはいはい、で中心にした時にどのぐらいずれてるのか、どのぐらいあのキャスターがついてるのかっていうのをこれで測ります。はいはいはい、見ます。エンジンかけてブレーキを踏んでおいてください。サイドも引いておいてください。まず最初に右に切ります。じゃあ右に切ってください。おお、はい、 OK です。じゃあ左にお願いします。おお、はい、じゃあ真ん中で、はい、 OK です。これで準備が完了しましたと、はい。結構キャリブレーションするだけでも時間がかかって、ね、精度も高くやらないといけないので大変ですけど、はい、まあ、でも慣れればここまでの段階はスッとできる。あ、本当ですか、はい、へー、すごい。 いや、このセンター出しまで全部やるのに素晴らしいです。そうですね、ちょっとデータがあればある程度目検討でやっちゃうんですけど、初め自分でしかできないと、うん、ただこうやって機材があると全部そのパソコンの中の、まあ、レーザーのデータからこうやって見ることができるので、いや、ものすごく信頼度の高いアライメントが取れるんじゃないかなと思います、はい、では進めていきますね。どのぐらい僕のアライメントがずれてるのか、はい、でこれを完了を押すと、はい、とりあえず今の状態がすぐ見れます。なるほど、はい、ではひろきさんのデータが見れるってことですね。あ、そういうこと、はい、じゃあ完了を押します。はい、全部赤なんじゃないですかキャスター、キャンバー、キャンバー悪くないですね。キャスターは左右揃ってますね、はい、でキャンバーもキャンバーがちょっとずれてますね。ちょっと左に行ってるんです。トータル等トータル等はなんかハンドルがまっすぐで、はい、こっちに向いてる感じですね。あ、なるほど。なので、いや、すごいですね。めちゃくちゃ分かりやすいです、ね、これどこがどう違うのかって。そうですね、ハンドルを右に切るとちょうどいい。はいはいはい、いや、そうなんですよ、はい、ちょっとずれてるなと思ってたんで。じゃあその、はい、それがちゃんと、そういうことですね、顕著に出てる感じですね。はい、大丈夫かな、なんかすごい心配になってきた。この俺の全然アライメントが取れてなくて、僕ポジキャンなのが衝撃でしたこれね。いや、でもまあまあまあそんな大きくは、まあでもここフロントはね、ほぼまっすぐみたいな感じですね。はいはい、じゃあやっていきましょう。おお気持ちいいいや、めっちゃ気持ちいいですねこれいや、すげえ。いや、普段一人でやってると、いや、どのぐらい動いたんだろうみたいな、何回か合わせて、あ、ちょっと行き過ぎたみたいな、まあ、ね、はい、というわけでひろきさん、はい、調整が終わったと。いや、すごい分かりやすかったです。分かりやすかったですか。あの、普段自分で糸とかでやってると分からないんですよ、どのぐらい動いたか分からなくて、やってまた直してやってなんですけど、これ数字でそのまま出るじゃないですか、うん、だから調整してる時にもうどのぐらい直ってるのかっていうのが全部分かるんで、もうやっててすごい正確だなと思いました。はい、これであのストレスなく帰れますし、なるほど、こうやらなくて帰れるんで。いや、そんな極端じゃないと思いますけどねちょっとずれてたぐらいだったんですけど、はい、まあすごいなと思いました。感動しました。
はい、まさかのひろきさんから感動するっていうことが出ると思いませんでした。ラリーやってるとしょっちゅう変わるんで、はい、あんまり気にしてはいなかったんですけど、でもこうやってちゃんとレーザーのこんだけ精密な機械でやるとこれだけずれるんだっていうのが分かっただけでも、うん、もう一見の価値あるっていうか、もうぜひ一回はやってほしいですよね、はい、普通に車乗ってるだけでも普通に乗ってて段差ちょっと乗り越えただけでブッシュもペタって変わってくるので、まあ、今自分の車がどれだけ新車の状態からずれてるのかっていう知るだけでもいいので、やってみると今の現状が分かっていいと思います。ちなみにちょっと一つだけ質問していいですか。はい、どうぞ。フロント調整したって言ってたんでちょっと気になったんですけど、これ、はい、フロントの左と右でちょっとキャンバー違うじゃないですか、はいはい、これって実は何かノウハウがあったりするんですか。いや自分の場合は、まあ、運転手が乗るじゃないですか、はい、そうなると、まあ、運転手側の方が今度車高が下がるんで、はい、ちょうど運転手1人だけ乗って合うようにアライメントを今取りました。お、なるほど。まあ、普段2人乗りっていう人だったら両方合わせなきゃいけないんですけど、はい、まあ、自分いつも1人なんで嫁絶対乗らないんで、うん、インプレッサー乗らないで、なるほど、僕が運転席に乗る重量分を考慮してアライメントを取ってます、はい、いやすごいですね、そこまで考えてやってるんですね。考えますよ、スバオタですよ、何言ってるんですか、はい、考えますよ。もうスバオタじゃないです、ミリ単位で考えてます。もう車オタクですから、ね、あ、そうですか、はい、はい、というわけでこちらのアライメント調整なんですけれども、松本さん、こちらおいくらでやられてるんですか。はい、今、ただいまキャンペーンさせていただいてるんで、ぜひご連絡ください。はい、というわけで今回はですね、第1回目ということでアライメント調整の企画をお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。